This is Radio Tongan World Service. Please connecting from Bangkok and relay over Francisco from Bangkok to Northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, please now turn to our broadcasting session. タイランドの日本語放送です。この放送はフロンタニ県バーン郡のボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。今日は12月13日月曜日です。ラジオ聞きの皆様はいかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。首相は当面コロナ対策の制限措置を厳格化しない方針を明らかにしました。プライス首相は休暇中の旅行でもコロナに注意するよう呼びかけました。健康記念日がお祝いされました。ゴルフカート、ラリーカーにも課税されます。それではまず、はじめのニュースです。首相は当面、コロナ対策の制限措置を厳格化しない方針を明らかにしました。タイでも外国人旅行者から新型コロナの変異種、オミクロン株が発見されたことで、外国人旅行者への入国隔離措置緩和が撤回されるのか、あるいは、再びロックダウンを実施するのか、多くの関係者が気をもんでいる状態となっています。これに対しプライス首相は、タイ保健省が新型コロナの新たな変異種に対応できる疾病予防能力があることを確認したと説明しています。現在タイで使用されているワクチンは、変異種の感染予防と症状を緩和する効果があると主張しています。プライス首相は、海外からの入国者には全員へ PCR 検査が義務付けられており、入国した者がその検査結果を待つ間、感染予防策が実施されているホテルで待機を指示するなど、今後もタイでの疾病対策は変わらないと述べています。首相は、今回のコロナウイルスの変異種はまだ大きな影響を及ぼしていない、一方でタイにおける新規感染者の継続的な減少はワクチン接種の効果であることを証明していると語っています。プライス首相は、引き続き疾病予防ガイドラインを遵守するよう国民に求めています。アヌティン副首相兼保健大臣は、海外からの入国者に対する検査は引き続き厳格に行われていると主張しています。アヌティン保健大臣は、タイに入国する人は飛行機に搭乗する前に PCR 検査が陰性であることの証明を提示し、コロナのワクチン接種を終了していることを証明する必要があるとして、国際線の入国審査は引き続き厳格に行われていると主張しています。アヌティン保健大臣によりますと、到着した乗客からコロナの感染が見つかった場合、同じ飛行機に搭乗した人など到着後も感染予防システム下にあるため、感染を制御し、患者を治療のため安全に病院へ送ることができるとしています。また各患者のウイルスの株も確認されています。アヌティン保健大臣は、タイがオミクロンの拡散を回避できる可能性は低いとしながらも、重要なのは十分な準備をすることであると述べています。ワクチンを接種すれば重症化や死亡者の数を減らすことができるとし、国が再開されたばかりなので、ロックダウンは予定されておらず、企業や人々がパニックに陥らないよう、冷静な判断を呼びかけています。次のニュースです。プライス首相は、休暇中の旅行でもコロナに注意するよう呼びかけました。プライス首相は、今月は長期休暇が多いため、
新型コロナの感染状況を見ながら、国民に警戒を怠らず、あらゆる種類の病気に注意を払うよう求めています。10日は憲法記念日で金曜日に当たったことや、政府が観光促進策を実施していること、年末年始の休暇などがあり、多くのタイ人が旅行に出かけることが予想されています。プライト首相はコロナの変異種オミクロン株に感染した患者がタイで見つかったことを受け、旅行を計画している人にコロナの感染予防策を徹底するよう求めています。タイでは多くの人がワクチン接種を受けていますが、この病気への注意を怠ってはならないと首相は述べています。マスクの着用、人混みを避ける、社会的な距離を保つ、定期的に手を洗うなどの基本的な予防策を継続して実施するよう求めました。プライト首相は公衆衛生上の確立された対策に従えば休暇を安全に過ごすことができると説明しました。またプライト首相は全体的に発生状況が改善されてきていることに満足の意を表明しています。 50% 以上のタイ人がワクチン接種を終えていることや、コロナ対策 SSA 認定を受け、観光客を受け入れていることに満足していると述べています。プライト首相は、このような前向きな動きは、コロナ感染拡大のリスクを減らすとともに、観光客の信頼を高めることにつながると指摘しています。次のニュースです。憲法記念日がお祝いされました。毎年12月10日はタイが絶対王政から立憲君主制に移行したことを受け、ラマ7世がタイで初めての憲法を制定した記念日としてお祝いされています。10日、政治家や政府関係者はこの特別な日を祝い、ラマ7世に敬意を表しました。国会では主案下院議会議長が下院議員と上院議員を率いてタイの憲法記念日を祝うため、政府総合施設内にあるラマ七世王の像の前で王を称える宗教儀式に参加しました。この式典には政党の各メンバーや国会議員、ラマ七世王研究所の幹部なども参加しました。毎年12月10日はタイの憲法記念日で、これは1934年12月10日に当時のシャム国王ラマ七世から立憲君主制への移行後、初の恒久的な憲法が正式に発布されたことに由来します。この日、シュアン下院議長はタイ国民に対し、民主主義の価値を維持し、国の主要機関に害を与えようとするいかなる挑戦にも耐えるよう求めました。一般市民へは不正や票の買収などの汚職行為を許さないという意識を持ってほしいと語りました。またシュアン議長は、民主主義の真髄は誰もが自分の代わりを務める優秀な人物に投票できる、それは国の運命を決める力を持っていることだと述べました。次のニュースです。ゴルフカート、バギーカーにも課税されます。政府はゴルフカート、バギーカー、小型オフロードカー、 ATV などの小型自動車を対象とした新しい物品税制度を最終承認しました。この新制度により、政府へは年間4億バーツの増収が期待されます。政府は9日、三輪トラック、ゴルフカート、バギー、四輪バギーを含む小型自動車を対象とした新しい自動車物品税を承認しました。この新しい物品税は環境保護のために電気自動車産業を促進する一方で、新しい形態の自動車に対する物品税徴収を明確にすることを目的としています。従来は物品税が適用されていなかったものもあるため、これらの車両の具体的な規制や税率については物品税の税率を定めた省令の車両二輪車に関する項目で改められます。この新しい物品税は12ボルト以上の電気または燃料で走るゴルフカート、バギーカー、ATV 及び二輪車と同様の走り方をする三輪車に適用されます。この課税により、政府は年間4億バーツの収入増を見込んでいますが、三輪車の税率が引き下げられたことにより、この車種からの収入は減少します。
この新しい物品税は類似した国際的な税率に沿ったものであると同時に、電気自動車の製造拠点としてのタイの方向性と政策に対応したものとなっています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。首相は当面コロナ対策の制限措置を厳格化しない方針を明らかにしました。プライット首相は休暇中の旅行でもコロナに注意するよう呼びかけました。憲法記念日がお祝いされました。ゴルフカート、バギーカーにも課税されます。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.